どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、大の大冒険の第71話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、大の魂の力は、というところで、 レオナたちが、まあ、ハドラーとの決闘を受けた大の魂の力についてですね、話し合っていたわけなんですが、まあ、結局ね、純粋という結果になったというところはですね、まあ、すごく納得感のある感じでまあ、ありましたね。まあ、そんな大の純粋さっていうところはですね、デルムリン島でモンスターたちと一緒に育ってきたっていうことが 影響しているんじゃないかっていうこととかが語られていたわけなんですが、なんかね、ベルムリン島で大がモンスターたちと遊んでいるっていうところを見て、まあ、すごくね、懐かしい気分になったところではありますね。また、イがですね、相手を差別したりすることがないっていうこともですね、レオナがこう語っていたわけなんですが、 まあだからこそね、もともと魔王軍だったキュンケルもクロコダインもですね、仲間になることができたんだっていうところはですね、なるほどなっていう感じでした。まあ、ともあれ、そんなイがですね、まあ、ハドラーの決闘を受けたのであれば、まあ、こう、我々は見守るべきだっていう風なレオナの言い分がですね、ポップを思いとどまらせたっていうところがですね、 なかなかすごいなっていう風うに思ったところでまあ、ありましたね。まあでもね、実際アバンの死との、まあ、こう結束の象徴っていうところで純粋な台が来ているんだっていうところもね、まあ、すごく面白い話でしたね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である台の魂の力はというところ終わっておきます。 でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、新しいストラッシュというところで、ダイがハドラーに対して、まあ、新しいストラッシュをぶつけていたわけなんですが、二、まあ、つのストラッシュをですね、同時に炸裂させるっていうところは、まあ、確かにダイにしかできない技だろうなっていうふうに思いましたね。また、 ダイが放ったストラッシュのアローを見たハドラーがですね、まあ、鈴風も同然っていう風に言っていたわけなんですが、まあ、ストラッシュを見てね、そう言えるだけハドラーも強くなったんだっていうことがですね、感じられるようなシーンではありましたね。それとハドラーがですね、大の新しいストラッシュの構えを見たときに、まあ、やや前のめりである っていうことをですね、構えを見ただけで見抜いているっていうところはですね、本当にアバンストラッシュの細かいところまで見ているなっていうふうに感じるようなところではありましたね。まあ、ともあれ、ハドラーのですね、超魔爆炎波が、まあ、こう、台に当たる前に、こう、アバンストラッシュクロスですね、まあ、こう、技を決めてしまったっていうところはですね、 本当に神人への差っていう感じだったりするというところもですね、なかなかいいなぁと思ったところではありますね。そういうところで二つ目の感想である新しいストラッシュというところ終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが、ハドラーの執念 というところで、大のアバンストラッシュクロスのダメージと、まあ、周囲のエネルギーをですね、まあ、全部食らったっていうところで、まあ、ハドラーもね、さすがに終わったかっていうふうに思ったわけなんですが、まあ、そんなハドラーがですね、執念で立ち上がってくるっていうところは、まあ、恐ろしい執念だなっていうふうに感じましたね。まあ、それに、 立ち上がったハドラーがですね、自分の、まあ、こう、残りわずかな生命エネルギーでですね、剣を生み出しているっていう上に、まあ、こう、なんとしても、神影基団の忠誠に報いようってをしているっていう気迫ですね。まあ、そういうところが、全部剣にこもっているんだっていうところが、恐ろしいところでした。まあ、とはいえ、大がですね、 ポップにすらも手出しすることを許さないっていうところにですね、なんていうか、こう、ハドラーとの決闘を受けた大の覚悟っていうものが伝わってきて、本当に大を応援したい気持ちにつながってくる感じがあったなというところでした。まあ、にしてもね、ハドラーがかつての6だ、まあ、こう、六軍団長がですね、まあ、最強のメンバーだったっていうふうに、 まあこう思い返していたわけなんですが、まあ、そういう風にね、こうハドラーがまあ認識しているっていうところで、まあ、本当にこう昔からね、今に至るまで、なんていうか、こうハドラーが成長してきたんだなっていうところで、まあ、そういう成長に泣かされてしまったところでまあありますね。まあ、そういうところで、三つ目の感想であるハドラーの執念というところ、 終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はダイとハドラーの戦いもですね、終わりへと近づいていたわけなんですが、アバンストラッシュクロスと、まあ、周辺のエネルギーを食らってもね、ハドラーは起き上がってくるっていうところがですね、なかなかすごいなぁと思いましたね。また、 ハドラーの背後にですね、新鋭記団の姿が見えたりとか、まあ、こう、ダイの後ろにはアバン先生とかね、バランとか、バラスじいちゃんが映ってるっていうところもね、泣けてくるところではありました。まあ、とはいえ、ハドラーの最後の一撃に対して、ダイがですね、ライデインで対抗しようとしていたわけなんですが、まあ、何をするつもりなのかっていうところが、 やっぱり気になるところでしたね、まあ。とりあえず次回の話では、ダイとハドラーの決闘がどうなるのか、今から楽しみすぎて待ちきれないところでまありますね、まあ。そういうところで、今回のダイの大冒険の第71話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、 今までにも第1話から第70話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも3本更新しておりまして、週末のハーレムの第8話の感想と、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの8話の感想、そしてですね、 現実主義勇者の王国再建期の21話の感想ですね。この3本更新してますんで、よかったらこちらの3本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、東京24区の7話の感想と、ありふれた職業で世界最強の2期の7話の感想、そしてですね、そのビスクドールは恋をするの 8話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てくださいというところで、本日4本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。